やってきました。ちょっと周りに人が多くてあんまり声は出さない方がいいかなと思ってるんですが、北村のこちらです。棚田、うわーすごい、星通りの棚田、こんな景色がすごい、すごいね、確かに朝めっちゃ綺麗そうやね、すごいね。ということで棚田です。星峠の棚田って言うらしい。結構朝市とかも綺麗って、食べした後も綺麗そう。ああ今まだね、水がこうしっかり張ってあって、ちょっと上に展望台があるらしい。あっち側も行ってみるか、うん、結構人がある、ね、あ結構多いな。でさっきまで下にいたからさ、結構薄着、上に登ってきてちょっと寒くなっちゃった。めっちゃ暑かったもんね。なあ、さっきめっちゃ暑かったな。めっちゃ半袖に着替えたの。わざわざな。上からも違う。いやすごいね。ちょうどまだ日がかかってていいね。そうだね。全部日陰になっちゃったらさ、また景色もちょっとあれやけど。間に合いました、日没前に。その一番上まで行ってみようか。ああやってちょっと田んぼ沿いも歩けるようになってるね、すごいね、うん、少し入っていいんだな。やだかね。展望台ここまでらしい。へえ。ツリーキャンプ、この席は宿だ。いや綺麗やな。ちょっとせっかくなんで通れるところだけ今ステファニーが歩いて行ってます。この田んぼに張ってる水に反射する姿もね、結構綺麗なんじゃないかなと思って、今ステファニーが出てきた。ほら綺麗じゃない、綺麗に反射してる。風が少ないからそんなにさ、波も立ってないし綺麗やな。ちょっと携帯でも、これなんか駐車場上にもあるんだけどさ、さっきなんか下の方にもあって、結構車いっぱいだよ、まあ、結構いっぱい、まあゴールデンウィークだから余計にな。でもできれば上に止めちゃった方がめちゃくちゃ楽かなと。結構下から来てる人もいたもん、うん、下にもあったよな駐車場。じゃあ移動します。いや今すごいバイクの集団、何台ぐらいいたかな。多分今目の前だけで20台ぐらいいると思う。分かる、ほらほら、でも見えんよ多分。映ってるから、映っとるんよ。あ、ほんと、まあ、結構ちっちゃくなっちゃってるかもしれんけど、まあ、音でも分かると思う。目の前はバイクの集団が、確かに音がすごい、できたのは美人林。そう、ここが美人の人しか入れないと言われている美人林です。入り口でお待ちください。行ってみよう。ちょっと待って、美人しか入れないからやめて。そう、ここが美人しか入れない林、美人林です。あ、入り口でお待ちください。何回やるねこのくだり。楽しいね、よかったね。本当にいや、なんか多分そこまでなんやろな。え、みんなそこで多分折り返してきてると思う。なんか雪あるけどさ、寒くないよね。あ、確かに。でもなんかステファニーの顔ちょうど太陽でめちゃくちゃ白く見える。美人ですね。このなんだろうな、並木道というか、なんていうんだろうね。え、めっちゃ綺麗。あ、そうなんよ。すごい。あ、すごいね。ほんと木の数と同じくらい人がいる。ね。本当にね、思った今。割と適当に言ったけど、絶対木の方が多いやろ。すごい緑が綺麗や ね。あ、すごいすごい、かくれんぼできそう。今が一番いいんじゃない。確かにね、この時期いいね。でもまだ雪残っとんよね。だるまさん転んどしたらさ、どの木にからスタートしたかわからんくそやね。鬼はずっと一本の木やろ。足元結構ぐちゃぐちゃや、やばいね、自動の雪解けやわ。でもなんかこの木の間で撮る写真が絶対映えるんだろうな。皆さん入り込んで、いやすごいすごい。でなるべくみんなこう人の少ない方向に。
神が現れ神が現れた。かわいい、ね、なかなかここに B さんはいないのよ。あ、いいね。ちょっと遠く歩いてみよう。足がやられた。結構みんな奥の方に行ったりして、売車を、うん、売車を狙ってますわ。これやっぱ帰る頃には美人になってるんじゃない。あ、はい、そう、私が美人ブランチ入り口でお待ちください。もういいよ。わ、綺麗、なんか池があるよ。あ、だからみんな池とは林とを囲んだ。おお、池林ね。池に反射する木も綺麗ってやつ ね。池に反射する林を撮ってるんだ、うん、ご覧ください。ああ、よかった、ね、綺麗ですね。ちょっと近づいてみよう、うん、綺麗、うん、綺麗やね。ご覧ください、なんということでしょう。匠たちの手によって池に木が生えてある。え、見てよ、池に木が生えてる。すごい、散歩コースみたいな。匠やね。はい、じゃあ林にまみれたうちを撮って。はい、まだ見えてるよ。見えてます、見えてます。うまく隠れて。あー、すごいわかりやすい。下に体出てるよ。隠れきってないよ。あ、いいね、いいね、いいね。はい、どこどこどこ。すごい、反対側今度見えてるよ。すごいよね、一面。確かに。これもサムネ、サムネ。サムネです。これ今サムネ撮ってます。サムネです。そう、なんかね、あの、こういう場で真っ黒クロスケは合成に見えるっていうのが有名なんです。あれ、ちょっと一時期前に流行ったあの有名なあの方ですか。ほら見て、これもうエンディングっぽい。この景色エンディングっぽい。日差しが、ああ、脳がいつ閉めるかいつも分かんないからさ。いつまにか適当に動画を終わらしちゃったりするからさ、ちょっとエンディングっぽい映像だけ撮っとこうかなって。いや、帰ってきました、林の中から、ね、すごいね、これ。ここも人たくさん、車がいっぱい。いや、すごいな、ここ来るまで全然な、車なかったのに、ここ来た瞬間もうわーってみんなここにいたね。あ、ちょっと美人林終わったから美人になったかのか、ちょっと振り返ってもらって。ああ、じゃあステファニーが美人だと思った方はいいねよ。そうじゃない方は、うん、ちょっと一回閉めといて、ちょっとこの続きあるか分かんないから。はい、じゃあもしかしたらこれが最後かもしれないし、まだ続きがあるかもしれないので、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。